最近まあ演出とかもですけど、あれでしょ、まあ、宝塚、宝塚もそうですね。あとあのカビラジェとショーガール、ミダニさんのショーガールのサーツです。そこにキャップじゃないですか、それ全部ステージ。あ、全部、あ、全部だよ、全部。おー、だこの間去年日本の歴史っていうのでも、おー、あれ全部、全部あれやりました。おー、ライブとまた、だからお芝居にちょっと延長みたいなやつの音楽みたいなのやるから、まあ、なんて言っても、いろんなんでもやる、なんでやるんだ、センスよ、センスよ、お前、そうなの、お前と言われる先生です。ほんま先生、いや、ほんま先生、昔共演したこともあるんですね。そうなんですよ、あの役者やってた時に、あの彦摩呂行くって三谷幸喜さんの、それこそね、それが最初です。そう、まだちょっと俺が泊まってる時は怖かったね。いや、俺はとはとか知ってたから。そうか、あの、でも変わる、ほら、Jさんと、Jの友達じゃない。そう、だからまあそれで何知ってたけど、あ、うん、あ、こういう人かっていうのは覚えてる。もう10年ぐらい。多分昔一緒に仕事した人と話すとね、怖いっていう。若い時とんがってたから、なんか失礼なことしてないかなとか。いや、でも僕ほら、ジャックの友達いっぱいいるから、平沢とか、ベジータとか。そうか。で、平沢の話は結構聞いてんだよ。なるほど。うん、大きいから例えばクセとか言ってたの、ほら、そういう話とか、ボリュームでは一応入ってるから、あんまりね、あんまり会ってない気がしないの、J とか。俺、あれよ、ドラマ、レンドラの時に、うん、アシスタントプロデューサーになるんで、肩を乗っかって。本当に今ここで結構じゃあ、やっぱやんちゃなそうっていうか、まあ、やんちゃってるからね、こうだったら真面目。まっすぐ。そう、じゃあ、曲がったことはちょっと許せない。許さない。だいたい自分に正義があると思ってて、だからその後謝ってきて、結局それやったけど、もういや、そんなんで帰ったから、もう降りる覚悟で。結構じゃあ、ちゃぶ台ひっくり返すの？若い時だから真面目だったから、わかるから。でもそういう人多かったですよね、僕らの。ちょっと上の世代で兄貴、僕も兄貴いるんだけど。お兄さんどうしてるの？お兄さんもダンサー。あのね、宝田明さんの生きてる、宝田明さんの弟子なんですよ。そうなの。で、やっぱり古い人たちと、ね、付き合ってるから、やっぱりあの頃の演劇はみんな打ち上げの喧嘩になってたりとか、時代の人だったし、でも熱い人が好き。やっぱり今も現役でやってます。でも指導者にでもなったりしてるやん。あ、そう、やっぱり後輩にこういう声優の仕事もしてるから。おお。やっぱりそうですね。でもね、体が基本じゃない。でちょっと今、ぶっちゃけ股関節痛めてるじゃないですか。ああ、そうなの。ボルトもなんかいるらしいけど。え、お前いくつ？僕、今年大学で55歳。今54。あ、俺と2つしか変わらない。そうですよ。若いね、すごいね。体すっごい動くやな。だって一応、なりわいですからね、これ。俺が動けたときは、後ろで太ってないよね。ちょ、そうだね。そうだね。結構、ぽちゃっと。でも、気にしてます。やっぱ、昔から比べたら全然動けなくなったんですけど、膝。痛みが来ないように日頃トレーニングして。
あ、そう。これ皆さん、はい、僕34年ぶりにタップやったんですけど、その昔なんとなく思い出しながら今本当に34年ぶりに入ってやったんだけど、このかかとを上げてタップだけでバランスって難しいんだよね。要は体幹力とか必要じゃないですか。これ日常にないからずっとこの背伸びしてる時点が。これはだからにこのチップがあるから立ちにくいやん。やっぱちょっと。そうね、クラクラするし、あと重いでしょ実際に。気持ちいいね。そうね。それで普通の、はい、要するにスーツの靴よりやけにかかと上がる。上がる上がる上がる。そうなってグッと引いた。そういうそ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 う。なぜならばかかとにもチップがついてるから下ろすことで一個のカウントが入るんじゃん。だからそうバイバイバイ。そういうそういうそういうまあもう作りになってるから。でもね、もしこれディープな話なんだけど、はい、まあ僕らがやってるのはジミー・ケリーとか知ってるでしょ、あのフレディ・アステアとかシアターってほら昔の人の夢、はいはい、要は踊りながら踊るタップと、簡単に言うとこのヒップホップ。せっかくやからプロのレベルがどんなんか違うか、ちょっとぜひではお願いします。昔さ、黒人のすごい人がいた。サビー・デイビス・ジュニア、うん、あのね、グレゴリー・ハインズ。そう、見に行ったことある。ファルコでしょ。あ、俺ホテルで見に行ったことしょ。あ、出たでしょ。なんか一回こうやって踏むときにもう5回、ブラックな5回、6回もっとかな、ブラックな。そう、それが池袋なんですよ、まさに。池袋が、あの人たち5連とか6連とかさ。あ、僕もファルコで見ました、グレゴリー・ハインズ。目の前でやってる。俺がディナーショーを誘ってもらって、ね、もう見てすごい目の前で、あれ本物ですよ。なんかあの人はさ、でもさ、姿勢悪くそうなの、そうなの、こんな感じなの。あれはいわゆる、まあ、リズムタップって言って黒人のスタイルですね。あ、黒人系はこうほら、もうビジュアルよりもサビでいいですか。でもフレンダースエアとかこういるんです、こうこれこういう感じです。あー、そうそうそう、ちょっと楽しいじゃあ今日はちょっと、本音を本間健さんをゲストに迎え、はい、僕は今回衣装を、一世にあげさばって提供してもらって、ちょっと靴とコーディネーションコーディネートがぴったりですね。ああコーディネートコーディネート、はい、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。